佐藤さん、今回ですね、商品のご入金ありがとうございます。メール確認させていただきました。今ですね、北海道から来ました。今日新潟のお客さんに会う予定で新潟に向かってたんですけども、なんと行き止まり、下も上も行き止まりで通行止めで、こんな感じで U ターンしろという指示が 出まして、でそんなことはどうでもいいと思うんですけど、これから何が伝えたいかっていうと、これ商品買っていただきましたけれども、行き止まり、壁が出てくるわけですよ。必ず。で、その壁を乗り越えれば行けるわけじゃないですか。今回通行止めじゃなかったらいけたわけですけども、通行止めだから行けないんですよ、目的地に。あ、行こうと思っても。で、ほとんどの人がそれ夢、目標だったりとか、そういうところを、壁が出た時に一人で行けないんですよ。だから、で、その時にですね、今回はその鷲津さんのブックメーカーなんですけれども、ノウハウはね、もちろん手法、すごいノウハウですけれども、やっぱサポートをね、活用していただきたいなと。サポートを活用するというか、壁が出た時ですね、自分が分かんないこととか、これどうしたらいいんだろうという時に、しっかりとその壁をしっかりと乗り越えていくっていうことが大事ですし、で、その壁を乗り越えていけば確実に目標は到達できます。月1億とかね、月2億とかいう話ではなくて、月100万、200万とかそういうレベルだったらもう全然いけますんで。鷲津さんもね、本当最初はね、これ余談ですけども、情報発信でこうビジネス今してますけど、YouTube 始めた時っていうのは、吉田さんこれで大丈夫ですかねみたいな、吉田さんこんなんでいいんですかねみたいな。で、鷲津さん自身も言ってましたけども、その40ね、今年8なんですけど、47ぐらいからね、46、47ぐらいから始めて、で、仮面かぶってて、こんなおっさんの動画誰が見んねんみたいな思ってたらしいんですよ。そりゃそうですよね。46、47の仮面かぶった、今48でバリバリやってますけど、そのおっさんの仮面かぶってうさんくさい動画誰見んねんっていうね、っていう不安を抱えながらやってましたけども、僕が大丈夫です、行きましょうっていうね、背中を押し続けて、ね、その不安、精神的な、ね、不安、メンタル的な不安のところ大丈夫です、行きましょうっていう、ね、やり続けた結果、ね、1、2年でも1800万ですよ。情報発信して集客して売るっていうところで。だから、そのできないことはないので、あとはその壁をどう乗り越えるかだけですね。自分で乗り越えられる人は、僕は結構もうメンタルも強いですし、こういう状況でもね、仕事できるなみたいな、すぐ切り替えできるんで、逆にチャンスだなみたいな、っていうことができるんで、あれですけども、ほとんどの一般の人は大体、うわ、最悪だみたいな感じで人生終わってくるじゃないですか。うわ、通行止めか、最悪だなみたいな、うわーみたいな感じじゃないですか、大体の人っつうのは。ふざけんじゃねえよみたいな。で、終わっていくわけですよ。で、僕はそれをプラスに変えていくっていう、マインドだったり考え方があるんで、いくらでも大丈夫なんですけど。だから、そこの壁が出た時にどう対応していくかが全てですね。で、そこの対応の仕方が自分で乗り越えるのか、それともサポート利用するのかとか、そういうところが大事なんで。でね、もう本当僕思うんですけど、インターネットね、すごいなと思いますね。今、日本はね、この大雨警報でこんなことになってますけども、台風どうなってるか分かんないですけど、これでつながれるわけですから、インターネット神ですね。ということで、商品の、ご入金の方を確認させていただきましたので、メールの方をお送りさせていただきますので、ご確認いただければなと思います。今回は商品のご購入ありがとうございました。